焼いてる。え、でも何も持ってなくない？どこ？あ、これか。目玉焼き。なぜここで目玉焼きを焼いているの？ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ということで、早速、イルミの館へ。いらっしゃいませ。ラクテーションサロン、イルミの館へようこそ、お越しくださいました。ということで、今回は、ちょっとしたミニゲームが楽しめるという、かききど村へ行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら？でしたら500ベルでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取りするために、インターネットにおつなぎしますわね。ということで、かききど村に、出発。ほい、かききど村に到着。あ、かわいい。切り株がかわいい。夢の世界へようこそ。あなたは今、かききどという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のかききどの世界をご堪能遊ばせ。はい、ってことで、このかききど村、ちょっと待って、とりあえず着替えようか。あ、いいね、いいね。探検や、探検。探検棒。いろいろと道具も置いてくれとる。はい、とりあえず、この一式を身につけていきたいと思います。じゃーん！こんな感じで、いいね、いいね。トレジャーハンターって感じじゃない？はい、ちなみに、出発前にやってた、このミニゲーム要素っていうのが、まあ、題して、失われたお菓子を探せということで、まあ、この、広場に置いてある、飴と、あ、座った。座った。立ち上がれ。立ち上がれ、私。はい。飴と、フォーチュンクッキー。この隠された飴とフォーチュンクッキーを探してみてください、ということで、一応全部で、9個ずつ、あるんやけど、今のところ飴が、あと4つ。そして、フォーチュンクッキーが、あと5つ足りん、ということで、ちなみに、一個ずつは、めっちゃ近くに置いてあるんよね。こっちはちょっと、ありがたかってしまっているけれど。ということなんで、その辺もね、ちょっと、探しつつ、村を探検したいと思います。これ絶対、ありごとしまいよると思うよね。はい、ということで、ちょっと一軒目の家に行ってみたいと思います。びっくりした、蜂の巣か。フォーチュンクッキーとかかと思ったよ。どうも。あ、なんか家の周りめっちゃ埴輪がいっぱい。あ、さくらんぼとかにも集まるの？アリって。マジで？果物にも集まるんや。お菓子だけかと思いよった。え、初めて見た。あ、これはあれだわ。動物の家だわ。ちょっと待って。どこだ？あれ？人の家は一体、あれか。目の前通り過ぎてきたやん、私。思いっきり通り過ぎてきたやん。これやね、一軒目。住人さんは？あ、地面がなんか、ちょっとグレースっぽくない？住人さんは家の中かな？はい、それじゃあ、お邪魔します。もうなんか綺麗かも。え、ちょっと待って。おらんやん、人。ということはやっぱり、家の裏とかにおったんかな？なんかいいね。部屋のど真ん中に、でっかい水槽。ね、すごい綺麗。そして周りを囲むように家具が、いろいろと配置されてるわけだね。なんかこの位置のベッドってさ、ちょっとなんかこっちから来た人とか的にはちょっとね。なにこれ？ GT カフェ。GT、なんかあれ？レース的な？あれですか？そういうのがよくわからんけど。はい、それじゃあ、左の部屋へ。左側は、あ、やっぱりあれか、車が好きってことなんかな。じゃ、車好きのためのカフェの旗やったんやね。かっこいい。あれや、なんか車は男のロマンとか言うやん。ちょっと私はよくわからないけれど。あ、でも一応なんかあの車可愛いなとかそういうのはあるよ。道端走り寄るやつ。それぐらいやけどね。はい、そして奥の部屋へ。
お、奥は、なんかかっこいいね、このスーツケース。この辺もなんかの柄なんかな。あ、かわいい。何柄？何柄って言うんやろ。あ、てか、いいな。ホルスタイン柄めっちゃいいな。いや、私ほら、あれなんよ。アニマル柄が好きで好きで。私はね、ヒョウ柄とかね、めっちゃ持っとるけんさ、実際に。でもホルスタイン柄もすごいいいと思うよね。可愛くない？超オシャレよね。いいね、いいね。そして勝手にパソコンをつけて。しかしなんだか制服っぽいものが飾られてあるな。こんだけ優雅な暮らししてるけど、あれなの？高校生とかなの？もしや。はい、そして、右側の部屋へ。お！あ、ここや、GT カフェ。なるほど。ちなみになんか GT って、ちょっと調べてみたんだけれども、私。なんかイタリア語のグランツーリスモ？英語ではグランドツーリングっていうやつの略が GT っていうらしくって、長距離のドライブを快適にすることのできる動力性能と操縦性を持つ車っていう意味らしいです。らしい。あ、でもパッと見て、車までは分かってよかった。わかる？わかるか。だってなんかね、レースとかのフラッグってこういう感じやん、なんか。ね。てか個性的だね。これ女の子なんやろ？スカート履いとるし。ほらなんか、狼の帽子かぶってんだけど。帽子というか、被り物。そしてこっちはなんかね、服は普通やのに、ウェディングブーケー。ブーケ？ウェディングペール？被ってるし。なんかめっちゃ個性的なカフェだな。あ、なるほどね。車好きが集まって、車を眺めながら、まあ楽しむことができるということやね。お茶を。はい、そして、2階へ。あ、すごい。これ今まで集めた写真全部なんかな？え、すご。すご。いいね、いいね、いいね。私はいつもさ、この何？住人さん以外？住人さん以外の、トタケケだとか、あとリセットさん、ラケットさんとかの写真をどうやって手に入れるんかが全くわからんのよね。見知らぬ猫はまあわかるよ。ミニゲームをクリアしたらもらえるってことやろ？他のは何なんやろ？舞子ちゃんはうちの村来たことないけんな、どっちも。何かしらイベントなんかな、それも。はい、それじゃあ、地下へ。あ、トタケケはあれか？ライブで曲を全部聴いたらとかかな。そういえば、トタケケのライブとか最初の頃に一回行っただけな気がする。地下はゲームセンター。これ何？もしかしてここでこうプレイしよるのを横から見る？でもさ、なんかこう友達とか何人かとゲーセン行ったりとかすると、一人がこうやって取り寄って、もう一人は、あ、違う、そこじゃない、もうちょっと右とか、もうちょっと奥とか、横からちょっと覗いて指示出す人みたいなのおるよね。まさかの椅子までついてる。かわいい。最近こういう感じのゲームって少なくなってきた気がするんよね。私が小さい頃はなんかまだまだいっぱいあったし、めっちゃしよったんやけど、ミスタードリラーが好きやった。すっごい好きやった。超楽しくって楽しくって。いやなんかゲームオーバーにならんかったらいつまででもできるやん、あれ。楽しいなーっていう。ほい、お邪魔しましたー。あ、いた！いたわ、どうも。ヒーローさん、村長さんやね。目指せバッチコンプ。あ、なるほど、バッチ。私もバッチは全然ではないけど、まあ、あんまり集まってないよね、多分。ちょっと見返してみてないけん、あれやけど。どうした？二人並んで。かわいいね。遊んでたの？あ、二軒目、どうも。アモちゃん、よろしく。どうも。さ、お邪魔しますね。かわいい。なんか、ピーチ姫みたいな、色合いやね。かわいい。家の中もめっちゃ、何か焼いてる？でも何も持ってなくない？どこ？あ、これか！目玉焼き？なぜここで目玉焼きを焼いているの？なんか、
ピアノ演奏をしてる近くで、どうした？どういう配置ですか？はい、ちょっと奥の部屋へ。これは、物置部屋みたいな感じかな。なぜ物置部屋にこんなものが。あ、怪しすぎる。一体どういう趣味を。なんかこのね、私文房具シリーズめっちゃ好きなんやけど、可愛いよね、すごい。ああいう家具が実際にあったら可愛いんやろうけど。ほい、そして、よいしょ。はい、右の部屋へ。お、右側は、え、もしかしてアムちゃんも車が好きだったりするの？これあれよね。マリオカートのやつよね。え、何気に。そっか、女の子も。女の子でもそういうの好きな子。あれかな？そういうのが好きな子が、なんていうん？レースクイーンみたいなしようかな。私にはよくわからない世界だ。はい、そして2階へ。お、2階はバルーン系の家具。ま、これってさ、本物のバルーンでできたのかな？なんか、ね。なんか、うっかりと、いろんな家具を破裂させてしまいそうな気がせん？ね、怖いよね。ビクビクしながら生活せんといかんくなりそう。はい、そして、地下へ。お。ほら、地下なんかマリオセットがいっぱい。いいね、いいね。これはスターから何をやっけ？ですね。いいね。無敵の音楽。ほい、それじゃあ、マリオカートもしばらくやってないね。お邪魔しました。あれかな？失われたお菓子はもしかして家の裏とかにもあったりするんかな？ほっ。あれか？もしや。え、もしかして普通に落ちてるだけじゃなくって穴の中にあったりとかもするってこと？ちょ、待って、あれじゃん。とりあえず、さっきからちょっと気になるんやけど。何これ？なんか車のマークみたいなのある。これ何？キャンプ場はこちらですってこと？あ、なるほど。あ、すごい、そういう感じや。で、これは、なんか、果樹園はこちら、みたいな。すごい。いいね、いいね、この足元のマークのやつ。なんかシンプルで綺麗じゃない？ちょ、待って、とりあえず、あれだよ。どこだ？これ、斧。こっちは？じょうろ。釣り竿。網。スコップ。スコップ。スコップだったか。さあ、これで、さっき穴があったところは。はい、座った。よいしょ。私はてっきり全部地面の上にポンって置かれてあるものかと思いよったんやけど、もしかしたら違うんかもしれんね。わからんけど。わからんけど、あるんかもしれんけど、普通に。あ、ほらほらほら、これ。アールパーカーズと、キッスハートの巣はこちら。かわいい。めっちゃ可愛い。とりあえずここを掘りたい。ということで、掘り起こします。埴輪だったわ。ってことはやっぱりあれか？そんな分かりにくい場所にはない。そのまま置いてあるってことかな？でもなんかね、あれなんよね。普通に移動しよる感じでは、全く落ちてないんよね。え、だってさ、あと4つと5つ、あ、そっか、あと3つと、え？あと3つと4つか。そんだけあったら、なんかすぐ見つかりそうやけどな。なかなか、なんかこうさ、建物の裏にわざわざ穴があるっていうのがすごい気になるんよね。場所が違った気がするよ、今。この辺か？ここだ。あ、やっぱり穴か。なるほどね。それはちょっと分かりにくいやつだな。それはちょっとなんか気をつけて見てないと分かりにくいやつか。なるほどね。最初の1個目が埴輪やったけん。うっかりもう、穴はすべて埴輪と思ってしまうところだったよ。危ねえ危ねえ。ってことはこれもそうか？通して通して
あ、ハニワの大行列ができとる。あ、雨。あふう、あなたということに気づいた途端にいっぱい出てくるぜ。やったね。あ、いいね、いいね、これ。ほら、公園の地面。めっちゃなんか、紅葉が落ちとる。え、すごい良くない?こういうの。めっちゃ好きなんだけど。地面めっちゃ好きなんだけど、いいね。これとかそうじゃないの。はい、空中。あれ?釣竿出てきた。え、釣竿が出てきたんですけど。あ、こっち側にも穴あるやん。見えんかった。あれ?釣竿出てきた。なんか釣竿続々と出てくるんだけど。あ、どうも。個性的な帽子をかぶってますね。タツフメムニヨツヒネスヘセテヘセ。何?何言ってるのかちょっとよくわからないわ。どうした?大丈夫?じゃあちょっとお邪魔しますね。なんだか。なんだか怪しげな。あ、怪しげな。これって一体何が見えとんやろ?地球?地球儀的な感じなんかな、これ。地図が見えとん。何が見えとんかよくわからんけど、でもなんか意外と可愛い人形が飾られてあったりする。これ。あ、これさっきさ、アムちゃんのところで、なんか、倉庫みたいなところに押し込まれとったやつやね。ここはちゃんと飾ってあるのね。さあ、あと残り何個なんだ、一体。ちょ、そこからあまり把握できていなかったりとかするんだけども。とりあえずここには埋まってない。ふーむ。難しいな。建物の裏のやつって難しくない?こういうところとかありそうな感じするけど。ないよね。ないよね。本当に埋まってるんですよね。本当に全部揃うんですよね。なんか失われたまんまなんですけど。辛い。これ。よし、これはもうあれだわ。動画を見てるみんなに託すしかないわ。動画を見てるみんなに託すしかないわ。ということなので、みんな、ぜひぜひ、フォーチュンクッキーと、飴を探してみてくださいまし。ということで、じゃあ今回は、最後までちょっと見てみるやつ。ないな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ということで私が見つけられなかった飴一つとフォーチュンクッキー三つみんな見つけてみてくださいまし。めっちゃ舐めてかかっとったけど全然見つからんかった。いけてないとこあったんかなまだ。いけてないっていうか見れてないところがいっぱいあったのかな。